皆さんこんばんは、ブラです。ここです。お願いします。お願いします。縦振り横振りどっちがいいのというね内容になっていきます。はい。でもう縦振り横振りどっちがいいの論争ってめちゃくちゃ多いと思うんですけど、もうこれそもそも根本的に間違えてるなって思うんですよね。結論から言ってしまうとどっちもいい、別の言い方をすればどっちがいい悪いとかではなくて、それぞれ目的があるということですね。いわゆるデメリットメリットっていうのがあるっていうことなので、まあ、それについてもねお話していこうと思います。飛ばすことっていうことに関しては横振りがいいです。とにかく遠くへっていう場合には横振りがおすすめですね。まあ、基本的には横振りの方が低くランが出る、中弾道でビューンって飛んでってくれるので、まあ、横振りの方が空飛びますよね。まあ、トータルでやっぱり飛んでくれるので飛距離を稼ぐというのは空飛びますよねっていう感じです。でラフとかねランがあんまり出ないところ、中弾道ではランが稼げないので飛んでくれないと、まあ、そういったデメリットもあります。あと方向センスとかちょっとばらつきが多くなるのがイメージです。縦振りは飛ばないのっていうと、まあ、そうではなくてキャリーで言えば縦振りの方が飛んでくると思います。要は縦振りのメリットは方向性がいいと高さが出る、まあ、そういったところがメリットになる。縦振りの方が円運動が強くて下からアッパーに打ち上げてくれるので当然球が高く上がってくれる。ラフとかに着弾してしまった時はバウンドしてランを出してくれるのでトータル飛距離が伸びてくる。例えばパターとかも横にこうやって振る人いないと思うんですよ。じゃあなんでパターは横にダメなの、左右に行ってしまうからっていうことですよね。でなるべく縦に近いところで構えた方が方向性がいい、つまり縦振りの方がまっすぐ伸びやすいよということ。まあ、そういったねそれぞれのメリットデメリットっていうのがあって、あと芝居に対しての強めっていうのがあるので、どっちがいい悪いではないっていうことをやっぱりここでお伝えしたいです。まあ、自分がねゴルフ始めた頃なのかは、横振りは間違ってる、横振りは全て悪い、そんなのじゃ飛ばない、ゴルフにならない、まあ、散々と言われるようだったんですよね。ただ今もう横振りの仕方が増えてきて、まあ、せっかくなんで横振りの基準、ワンプレースイングとそもそもどういうものなのっていうのを実演も踏まえて、ね、お見せしたいと思います。はい。じゃあアコさん、はい、またお願いします。わかりました。では横振りのテイクバック位置、はい、いわゆるトップの位置がどこになるのかっていうのをちょっと見せていただきたいんで、はい、いつもの言ってもらっていいですか。相性こちらですねという感じなんですけど、横振りの、まあ、トップ位置でいうと、まあ、身長の高さとかによって、若干変わってくるんですけど、右肩と手が重なるぐらいですねが、まあ、大体横振りの標準かなと。ここよりも低いと、まあ、かなりドローに打っていこうとしている打ち方かなと思います。僕なんかはドローに打ちたいのでかなりね肩よりも低い位置でテイクバックを取る。で逆にフェードで打っていきたいっていう方は肩よりもここら辺のテイクバック位置で打っていくと。フェードに打てるし、あと球を止められるっていうメリットがあるんですね。なんでツアープロの方々なんかは肩よりも高い位置で縦に打っていくと思うんですけど、あれは飛ばしたいからああいう風にやってるんではなくて、球を止めるためにああいうトップ位置から打っていく、フェードの打ち方をするということですね。アコさんちょっと縦振りで打ってもらおうかな。2回目横振りに、はい、いつも多いその前じゃあ、一でも球を止めたい、右回転をかけて球をピタッと止めるぞっていうときは縦振りにするんですけど、じゃあどういうふうにするのか、縦振りのトップ位置は肩と首の間ぐらいに手を持ってきます。ここら辺、そう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 、で、そこからまっすぐ振り抜くんですけど、若干左側の方へ振っていくイメージです。ちょっとカットってことですか。そうです、ちょっとカット、
や、まあ、なんかゆっくりじゃん、テイクバックしてみてください。ここですね。あ、ここか。そう、思ってるよりも縦です。そう、前にこう突き出すイメージ。あ、そう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 。ちょっとなんか読みますか。こういうふうに打てると、今みたいに髪が右にギュンと曲がるんで、そこで止まってくれるので、まあ、そういった打ち方を実際には打ち分けていきます。でも今意外と下半身前後ができれば勝手に降りてくる感覚は一緒だったんで、上げ方だけあれですね。そうなんですよ、ね、縦がこんな前だとは思わなかった。やっぱり下半身前後をやれば手はもう振ってる意識ないじゃないですか。結局それに引っ張られて手がついてくるだけなんで、基礎がしっかりできてれば、あとは手を上げる位置が変わるだけなんで、確かに何事も基礎かっていうことですね。はい、次にグリップの話もちょっとしたいんですけど、よくストロンググリップとかスクエアグリップどっちの方がいいのっていうふうに質問されることが多いです。これもどっちがいいとか悪いとかではないんですね。縦振りに合ったグリップ、横振りに合ったグリップっていうのがそもそもある。で、例えば横振りの打ち方にスクエアグリップをしてしまうと、ゲームを叩いてしまうということがよくあります。やっぱりスクエアグリップは下の方へ引っ張る力が強いので、横振りとは相性があまり良くないです。逆に縦振りとは相性がいいですね。縦振りの場合はリストターンを使って打っていくので、そもそもスクエアグリップじゃないと手首が回らなくてフェイスが開いて当たってしまうとか、まあそういった難しさがあります。で、逆に横振りの時はストロンググリップの方がやっぱり相性がいいです。横へ引っ張る力が強い方が力の方向が全て統一されてシャフトが大きくしなってくれるんですね。ここで下方向に働くスクエアグリップをしてしまうと、地面の方向へ手は押して、でもクラブは横の方へ動きたい、こういう力と力の喧嘩が起きてしまってスイングが乱れてしまうと。スイングの力の方向を統一してあげる、クラブはしっかりとしなってくれるし、クラブが暴れずにスイングの再現性が高くなりますということですね。はい、いかがだったでしょうか。やっぱり縦振りね、横振りっていうどっちがいいのっていう話あったんですけど、結論としてはどっちもいい、まあ、それぞれメリットデメリットがある。で、飛距離に特化して言えば横振りの方がいいんじゃないかというねお話でした。冒頭にもねお伝えさせていただいた通り、僕はゴルフを始めた頃は、まあ、横振りはダメ、もうそれだけでフォームが汚い、まあ、散々な言われようだったんですけど、今ね、PCA とか、そういった海外のねプロの方と結構お会いすることが増えてきていて、そういった方に君の打ち方はアメリカでは標準の打ち方、そういった打ち方が増えている、ロリー・マキロイさん、そういった打ち方を今しているよ、まあ、レベルに振って、やっぱり身長が高いんで僕の打ち方よりははるかに縦振りに見えるんですけど、そういった方だと、まあ、同じ打ち方をしているということですね。川本一さん、あの方も以前拝見したインタビューで、僕は右のお尻をしっかり使ってっていうことをおっしゃっていて、ああやっぱり飛ばす方はこういう打ち方をしているんだなっていうのが、まあ、実際に知れてね、すごく自信をつけさせていただいているところです。だんだん右のお尻を使うっていう人が、不思議なことに僕が投稿した頃から増えてきていて、もしかしてなんてね、思ってしまってるんですけど、で僕の動画も3万回ぐらい見ていただいてて、すごく嬉しいです。ではこれからの動画なんですけど、まあ、技術的なところはねだいぶお伝えできたので、これから体の仕組みとか、まあ、トレーニングとか飛ばすために必要なね、体の仕組み、体の構造、鍛え方、まあ、そういったものをいろいろお伝えしつつ、ラウンドレッスンとか、まあ、今アコさんもね、やってるんですけど、ラウンドレッスン、まあ、僕が学生の子たちをやっぱり競技者として育てないといけないので、そういったラウンドレッスンのテクニックとか、まあ、バンカーとかそういったね、小技なんかどん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 乗せていければなと思っています。僕の本業はあくまで教員なので、
将来プロになりたいっていう学生を高校生の間にね、70代とか60代っていうところに引っ張ってあげるっていうのが僕の仕事です。まあそういったテクニックを見せていければなと思います。それではあこさんのね、チャンネルの方で教えている風景とか、あと実際にどういうふうに立ち回っているのかとか、まあ、すでに受けているところがあるんですよね。なのでぜひぜひあこさんの方も見ていただきたいなと思います。実際のね、ラウンド中でのアドバイスだったりとか、その小技とか、ラウンドよく出られる方だったり、ましてやラウンドレッスンを受けたことない方が多いと思いますので、一緒に受けた気持ちになっていただいて、一緒に習得していけたらいいなと思います。投稿頻度は少ないですか？これからもぜひよろしくお願いいたします。お願いします。